Hey, what's up, guys? Indian Sensei, welcome back to another episode of Magic and Muscles, episode number 5. And it's going good. This anime, I like quite like this anime, and it's funny, and it has some action as well. You know, it's almost same to One Punch Man, I would say, because you know the character sense or common sense is same as one Saitama, and you know it has some magic twist to it. So yeah, I'm liking it. It's good. So let's get on with episode number 5. イーストン魔法学校には3つの寮が存在する。寮にはそれぞれの特徴を持った生徒が割り振る。This is too similar to Harry Potter. Like, we have Gryffindor, we have Hufflepuff, we have Slytherin. アドラ、勇気と信念。オルカ、知性と勤勉。Some and willingness. レアン、才能と自尊心。両同士は互いにライバル関係にあり、己が主義主張を体現するがため、この学校で切磋琢磨する。ここはマッシュやフィンが所属するアドラ寮、その302号室では。ふん、銀のコインを5枚集めると金になるのか。おお、5スラルコイン、メイク1ゴールド。大きく2だから。あと28枚か。5引く2は3だよ。引っ掛け問題か。いや、引っ掛け要素ゼロだけど。納金です。5 minus 2、28 left。こりゃ。それは、その通りだけど。いやー、それにしても今日何もなくて平和だ。そうだね。あるよ、課題が。え、そうなの？まずいまずい、忘れてた。魔法薬学の課題を提出しなきゃ。大幅減点で自主退学見えてくるよ。食べる。危機感の欠如。ごめん。ああ、やらなきゃやらなきゃ。魔法薬学の課題やらなきゃ。そんなことまだやってないのか。ランス君。あ、ロリコン。シスコンだ。シスコン。何もせずダラダラと。典型的な劣等生だな、お前らは。もしかしてランス君は課題をもう。当たり前だ。お前らとは意識が違う。さすが学年トップクラスの成績を誇るランス君だ。火の打ち所がないな。お前らみたいなのがいると寮のイメージを下げかねえ。恥を知る。なんか自分で後ろに飛んだけど。どうだいな、飛び出し注意だ。それはやんごとなし。大好きだよ。今回の魔法薬学の課題で使うのはこいつだ。What's this, bro? 茶碗は一体マンドラゴラだ。Oh! Again, this is the same as that that plant in Harry Potter. こいつを泣き止ませれば万能に使える魔法薬の素材になる。ああ、また魔法を使うやつか。また？いや、ここそういう学校だけど。まずは俺が手本を見せる。クワイエントス。やってみろ。クワイエントス。クワイエントス。ダメだ。全然泣き止まない。フィン君、重心が安定してないよ。体幹がかなり弱いね。え、体幹？クワイエントス。なんか悪化してない。瞳孔開いてるし。フィン、もっと魔力を一点に集中させろ。あ、はい。いいかフィン、そっと撫でるようなイメージで魔力を放出しろ。クワイエントス。ゆっくりだ。そう。お前みたいな劣等生でもそれくらいできて当然だ。
ありがとう。ランス君ってめちゃくちゃ面倒見いいんじゃ。あれ、そういえばマッシュ君は？おお。ちょっと今日動かして大きくなっとる。できた。できたって言うの？それ。こいつを眠らせると普通の薬草になる。ここからが調合だ。調合は比較的簡単だ。よく見ておけ。But what's with this apron? これをこうして、次にこうして、こうするとこうなる。全然簡単じゃねえ。心得た。絶対嘘でしょ。いや本当に。魔法以外は任せてよ。これをこうして、次にこうするとこうなる。全然できてねえ。なんでシュークリームになってんの？お前ふざけてるだろ。ふざけてません。まずこれをこう。はい。それでこれを入れろ。はい。よく混ぜて。はい。最後にこれを足して。はい。よし。なんでだ！一から俺が見てたはずなのに、なんでシュークリームになってやがる！お前戦うこと以外は引くほどポンコツだな。まあね。なんで自信満々なんだよ。まあいい。一言言っておく。俺は二度とお前には負けない。俺には魔法局に入らなければならない理由がある。それってお前には関係のないことだ。だが仮にもお前は俺と互角以上に戦った男だ。どこぞの馬の骨にコインを奪われるようなことはこの俺が許さん。言われなくてもそのつもりですけど。口の減らないやつだ。もう一度やるぞ。うす。そろそろ全寮合同の課外授業。All dorm of campus class。大丈夫かの。でさ、その時さ、うっそ、マジかよ。それで、その後どうなったんだよ、それ。それが、よ。おい、今肩ぶつかったろ。正面切って歩いてんじゃねえぞ。おい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 、俺が正面切って歩かねえでどうすんだ。That's a messed up thinking, bro. 俺に指図すんじゃねえ。Right character. このダボが。Bro, you are a side character yourself. この世界を創造する者、この世界の支配者だ。支配者にふさわしい資質は何だ？高潔なる血と物言いを許さない圧倒的な力です。そう、つまりアドラの奴らではない。我々レアンだ。やつらからコインを奪い尽くせ。はっ。うん、おいしい。え、おいしいの？マンドラゴラだよ。うまうま。マジで？マンドラゴラのシュークリームはおいしいらしい。さて、翌日である。今日の授業はここで行うと言っていたが。ここで何をするんだろう。森ですること。キャンプ？レジャーだろそれは。ここは魔法学校だぞ。なあ、俺がナンバーワン、俺がナンバーワン。この俺、ドットバレットがこの世の主人公。世界は俺を中心に回ってる。ふう、いつもより多めに。まあ何見てんだこら。怖。同じ量の1年か。の、つかてめえだな。最近話題のキノコ頭っつうのは脇役みてえな見た目してんな。なんだこの人。
だが今日からてめえは名実ともに脇役だぜ。なんつったってこの俺がの。課外授業なんてちょっと怖いですね。私は無理するつもりはないですけど、マッシュ君は気をつけてくださいね。ありがとう。マッシュ君、よかったら一緒に。おい、は？殺せ！俺はな、あんなにチヤホヤされてる男が死ぬほど嫌いなんだよ。殺す、3回は殺す。殺す。頭おかしいだろうが。世界の男女比率は1対1のはずだろう。なのになんで俺を好きになる女の子がいないんだ。そう、答えは簡単。お前みたいな調律を乱す輩がいるからだ。お前みたいな奴のせいで世界は少子高齢化まっしぐらだよ。誰か俺で妥協しろよ。だから俺は決めたんだよ。魔法局に入り、イケメンのいない世界を作るとな。果たしてシュークリームはおやつに入るのか。ほら、俺に無視されんのが一番傷つくんだが。静かにしろお前たち。今回はアドラトレアンによる合同課外授業を行う。報酬は銅か銀のコインだ。気を引き締めるよう。課題内容は森サソリ退治だ。森サソリの額にある石を取ってこい。銅のコインに相当する森サソリがほとんどだが、中には銀のコインに相当する強さの森サソリがいる。見分け方は簡単だ。額の石が四角いと銀相当だ。波の魔法使いじゃ十中八九歯が立たない。が、それを成し遂げてこその我がイーストンだ。くれぐれも死なないよう。Okay. それでは順次、Time for some action. しょら！てめえには絶対負けねえ。必ずここで銀のコインを取っておきたいな。僕も頑張ろう。お？調子に乗ってるだろ？お前。わかるぜ、俺には。自分が特別な人間だと思ってやがる。自分が他とは違う存在だと勘違いしてやがる。無意識のうちに他人を見下してるだろ。Oh. He also has double lines. おいそこ、何やってる。減点するぞ。すみません先生、ちょっとじゃれ合ってただけですよ。ああ、一年。そうそう、その表情、ぐっちゃぐちゃに情けない顔にしてやりたいね。楽しみにしてるぞ一年。おいマッシュ、相手にするな。あいつは俺らの一個上だ。素行の悪さで有名なな。自分の気に食わない教師生徒多数に怪我を負わせて進級差し止め扱いだ。だが魔法使いとしての実力を考慮され退学にはなっていない。レアンの寮にはよくある話だ。いちいち相手にするな。よかった。シュークリーム潰れたかと思った。こいつ、それであんな表情。それと直に食べ物を入れるな。不衛生だ。よし。よし。すごく危険な匂いがするな。このまま二人で行動した方が得策だろう。ここは長男の俺に任せ。ぼーっとしてたら一人になってしまった。まあいいか。おらおらおら！出てこいやクソサソリが！あのキノコより絶対いい成績取ってやる。うるさい。今この瞬間君のせいで無駄にカロリーを消費した。この世の終わり。殺す。いいぜ。授業なんざ関係ねえ。てめえを今ここで。やめてください。黙れ。お前のせいで俺は。後悔させてやる。誰か助けてください。エクスプロ。
女に手出すなんざ男として終わってるぜ。あの、うん、ありがとうございます。いや、落ち着け。ここはあくまで冷静に対応するんだ、俺。ふぅ。いや、大したことありませんよ、これくらい。やわらか。すごく、お強いんですね。ダメだ、こりゃ。おう、さーて、そろそろか。先ほどは本当にありがとうございました。だ、大したことないから。人が触れてる。今時の男女の距離感ってこんな感じなの。落ち着け、俺。平常心、平常心。ここで取り乱したらモテないことがバレる。落ち着け。俺落ち着くんだ。何こいつ、キモ。え、今なんて。いや、男らしくて素敵って言ったんです。素敵って言っちゃった。え、でも2文字だったような。本当だよ、お兄さんは本当に素敵だよ。お兄さん。私の魔法は私に一瞬でも魅力を感じたものを恋に落とす。こいつはもう完全に落ちた。なんか魔法使わなくても落ちそうだけど。あとはこのキノコ頭も。お兄さんも助けてくれてありがとう。頼りになるんですね。いや、僕は何もしてないけど。そんなバカな。今まで私の魔法にかからなかった男なんて。てか、こんな可愛い子にそれっぽいこと言われたら誰しもザイってなるだろうが。魔力の出力を上げてもう一度。そんなことないですよ。すごく助かりました。すごく素敵です。聴覚、視覚、触覚、全てに語りかける私の魅力。これで落ちない男などいない。いや、だから僕何もしてないけど。全然聞かねえ。なんだこいつ、私に全く魅力を感じないのか。死ねえ。まあいい、仲間一人取り込みはこっちのもんだ。でも本当に助かりました。なんて儚げな表情だ。何か訳があるんですか。俺聞きますよ。実はある男に脅されてて。ある男。2年のシルバって人なんですけど、あまりいい噂は聞かない男なんですが、私にしか使えない魔法を利用しようとしてずっとつきまとわれているんです。私、悪いことなんかに手を貸したくなくて、でもさっきみたいに無理やり。私、どうしていいかわからなくて。ごめんなさい、急にこんな話。大丈夫です、俺がそいつボコボコにします。そんな、無理しないでください。いや、絶対ボコボコにする。お兄さん。お兄さん。誰が誰をボコボコにするって。あ、てめえか。この俺がぶっ殺してやるぜ。最高に言うとそうだな、てめえ。てめえみてえな勘違い野郎を見てっと思い知らせたくなるな、現実ってやつをよ。マジックマジック。その時は一体どんな表情を見せてくれんだ。エクスプロム。新眼エクスプラム。まだまだ行くぜ。おい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 、エクスプラム。
Everyone uses one type of magic. Nikoishire. 一方、その頃。よかったよ、ラスコがいて。見せないで。それより、あいつはちゃんとやっているのか。Is he doing all right? 目に目をつけられていたが、まさか接触してないだろうな。くっ、大したことね。てめえ程度の魔力じゃ俺の魔法は突破できねえ。ああ、おおいおいおい、どうした。さっきまでの威勢はよ、殺してやるんだろ。頑張ってくれよ、もっとよ。おー、ノー、his scream puff fell to the ground。 わかる、この実力差を知っちまったらよ。Oh. Oh no, the episode ended. I wanted to see what happens. I think he will just kick the shit out of that guy. Okay, that was it for episode 5, guys. And yeah, it's getting really interesting. Episode 6 will come on 12th May. Oh, it's next week. Okay. Yeah, we'll have to wait till then. Yeah. That was it, guys, for this reaction. I hope you enjoyed it. And let me know in the comments how did you like the anime. And if you have some recommendation, do let me know. Until next time. Sayonara.